夏染め、そう来る予定だった、私なんか楽しみにしてくださってた皆さん本当にごめんなさい。ステージにね立てるようにちょっと頑張りたかったんですけど、そうそうですね、完全にこの夏の暑さに私はやられちゃった感じでした。なんか脱水症状とか、貧血とかちょっといろいろ重なっちゃって、でも詳しいことはちょっと調べてるんですけど、そうですね、でも PCR 検査も無事、そう無事ね、陰性で、そう大丈夫だったので、でもほぼなんか症状は熱中症ですね、本当にでした。エビちゃん、これなんだ、タワーありがとうございます。でももう今は喉もね痛くなくて、なんかその頭が痛かったり、何ちょっと体温が高温で出たり、おっとザゼロさんもタワーありがとうございます、またはありがとうございます、それ出たり、なんか頭がぼーっとしてクラクラするみたいな感じだったりですね。そう。まあいろいろしてました。はい、でも今年本当に熱中症の方急激にやっぱ増えてるそうなので、まあ、気温もめっちゃ高かったしね。そうだから、そうファンの方も。水しっかり飲んでご飯たくさん食べてください。もうほぼほぼ普通の普通になってきてます。もう大丈夫そうです。ね、圧倒的らしいので、そうだね、多分食欲かな、あとはそう食べたらね、そうでも本当それこそ熱中症なんだけど、食事したらその後もう気持ち悪くて耐えられないみたいな感じだったので、そうそうだね、でも食欲ももう戻ってて普通に食べれるので安心してください、もう戻ってきてます。いや大事、栄養剤飲むの大事、もう食欲も戻ってて、もう本当にそう回復しております。ねえ夏こそがっつりだけど、ねえ夏って、でも私今まで本当食欲なくなったことなくて人生の中で、だからさなんかレアだった、すごい。なんか暑いとね食べるものさ、なんか脂っこいものとか重たいもの食べる気になれなくてね、
ねえ、あ、大事。そう、なんか水飲むの大事らしくて、そっからめちゃめちゃ水飲んでたらマネージャーさんに「今日したおちゃんめっちゃ水飲むね」って言われました。すごい飲んでるみたい。まあ言われたからなんだけどね。そう、水飲んでくださいって。ね、しかも今日ちょうどあやたかカフェ飲んでるっていう。 水はいろんなところの飲んでます。水はもうどこでも大好き。 水じゃなくてちょっとあやたかカフェなんだけど、今日はずっと水飲んでたんです。でもなんか甘いものも飲みたくなって、ほんとこれ一杯だけ、これ一本だけ これ一本だけちょっと飲みたいなと思って、お菓子代わりに。そう、なんかお菓子も食べたいやつがなくて、なんか何食べたらいいかなと思って。で、痩せてないです。痩せてないの、本当に。そう、痩せてなくて、そう、なんか甘いもの食べたいけど、なんか重たいものはなと思って、どうしようって思ってたら、ちょうどいいじゃんと思ってこれを飲んでました。で、ナルタを、そう、2人とも復帰してるので、明日かな、そう、明日とかに動画あげれるかな、どうかなって感じなんですけど、まあ、ナルタを復帰したんで、今週から普通に活動開始します。痩せてるように見える？多分それ髪型の問題だと思う。ほら、ほらほら、本当にね、体型は変わってないです。うん、でも本当にご心配おかけしたので、まあ今後は、そうだね、元気になったから活動も頑張ろうと思って、あと皆さんに早く言いたいこともあるので、嬉しいこともあるので、そう、そのね、お仕事もね、もうスタートしてきてて、そう、早くなんかね、伝えたいなと思ってて、本当はもっと先だと思ってたんですけど、そう、伝えられるのもっと先だと思ってたんだけど、意外と早めに伝えられそうで、そう、お楽しみにって感じです。うん、でもその分ちょっと緊張してるし、頑張んないとなって感じなんですけど。ラビジュールとかと本当にまた違うものです。今のところ発表されてるのとは別の情報で、そうなの、緊張する仕事が続いてるって言ったのはそれですね。まあいつ言えるか分かんないけど、まあ言える日が来たら言いますね。まず今日はね、本当に課題とかが無事終わって安心してます。安心。そう、今週もね、後半が忙しくなりそうなので、そう、忙しくっていうか、そうですね、あるので、もうだんだんね、その期末のレポートとかがあるわけですよ。そうで、今日見てたら、その仕事のスケジュール、なんかいろいろスケジュール合わせた時に、あ、これ今日終わらせとかないとダメだっていう課題が結構大きいやつが一つあって、でもそれ無事に終わらせることができて、なんかちょっとすっきりしました。でも本当単位取れるか不安だよ 大丈夫かなって感じなんだけど、けどまあ一応大きいやつは一つ終わらせれて、あと2つ大きいレポートが2つ残ってるんだけど、それはまだ時間があるので、ちょっと安心してます。
レポートコピペしたことない。ないです。でも気づいたら一つなんかテストって言ったらいいの、なんか小テストみたいなのがあるんですけど、小テストを見逃してたよね。焦った。今日気づいた。あ、やば。なんかもっとね時間ある、今日までだと思ってたあのテストがあったの、小テストが。それが昨日の夜までで一日勘違いしてて、うわやらかしたって思ったけど、まあ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 、やっちまった的なやつです。でもねなんかね前学期後半になるにつれてなんかあやっちまったってことが多いんですけど、今期はねやっちまった案件あんまりなくてね、そう意外といけてる、うん、今期今までで一番いけてるかもってぐらいいけてるから、うん、でもドキドキだね。単位取れるか分かんないよね。うん、再テストないんですよ本当に。なんか出席確認ついでにちょっとしたテストやっといてみたいな感じのテストだから、そうだから本当再テストとかなくて、本当出席確認みたいな感じで、そうやらなきゃいけないテストなんですけど、ちょっともう過ぎてたよね過ぎてたよねって感じで。ねえ時間使い方うまいって嬉しい。スケジュールは私は書いてます。書いてスケジュールを整理したりしてます。手帳に書くのが結構なんか頭が整理されてる気がして好きで、そう、それで整理してやってますね。とかメモに書き込んでます。なんかメモのさ一番上に書いたものってさ、あのメモのアプリ開いた時にパッて出てくるやん。そこに出てくるようにその書き込むフォームみたいなのをあらかじめ作ったりしてる。レポートとかなんか授業の名前、期限の日、時数で中にその書かなきゃいけないそう文章のなんか何々について論じなさいとかだったらそういうやつ。あ、さよならモーリーさん始まったよ。始まりました、さよならモーリーさん。今日の衣装めっちゃ可愛いんですよ。今日はねそう歌っていないのは誰、口パクシンガーです。いやなかなか攻めてるよね今回はね。いや、もうえずって言ってる。ゆきりんさんがお、やめてほしい、やめてほしい。あでもやむを得ないんですよ、本当に。みんな歌うんだよ、歌うんだけどさ、マイクの本数とかありますからね、いろいろね。みゆちゃん、いたよ、今映ったよ。すごい笑ってた。あ、映ってる、今も。今も横に映ってたよ。今回は、かわいい髪型しました。サザエさんって、かわいい髪型にしといて。でも本当にわかんないと思うんだよね、口パク。あ、5人中3人が口パクシンガーらしい。ね、結構羊さんみたいな髪型人気だから、そう衣装もね可愛い感じだから、
メイクさんいつも私とひーちゃんと、あとエリーと、あと最近はまほぴょんもかな、そう4人いつも同じメイクさんなのよ。同じメイクさんで、で歌番組とかそのメイクさんがいつもやってくれるんですけど、そのメイクさんもその好評だったの、そのメイクさんにも。そう、下尾ちゃんのあの髪型可愛かったって言ってくれてね。そうで、私もいつか下尾ちゃんにあの髪型をしてあげたいって言ってくれてて、そう、ようやく。そのメイクさんめっちゃ多分可愛い担当なんですよね。なんかエリー、ひーちゃんとか、そういうマホピョンとか結構可愛い担当の、そう、ちょっと韓国っぽい可愛い担当のメイクさんだから、ヘアメイクさんだから、そう、やってもらいました。でもさ、このさ、口パクシンガーさ、本当に難しいと思うんだよね。本当に難しい。私の推しメンのランちゃん。ランちゃん、超絶かわいいランちゃん。エリーかわいい。てか、とにかくみんながかわいい。楽屋映像で私映ってましたね。すごい苦い顔してた。すごい。あ、なるほど。長年の技。ゆきたんがすっごい言ってくれ、すごい耳がいいみたいで、ないないちゃん、ないないさん歌ってますとかすごいね。そう、言ってた。あー、なるほどね。最近練習してるからね。エリー面白い。うん、そう、みんなうまい。ね、カメラが揺れ揺れすぎて言おうかと思った。悲しい。口バックだと思われたメンバー、マイクを奪われるってすごい悲しいよね。あ、ランちゃん残ってるね。わあ、正解は誰なんだろうか。ああ、それぞれ理由がね、ちゃんとね。なんかツッキーはでも口パクな気がする。確かにこれ見てたら。あ、正解発表。お、ズッキー口パクシンガー正解。難しいよね。続いて、マホピョン。あ、マホピョン、ガチシンガハズレー。これなんか趣旨が分かんなくなる。騙せたからいいのか。ワクチンか、正解。
ね、バレた方がいいのか、なんか趣旨が分かんなくな私も本当収録最後になって、あれこれ見破られたから喜んでいいのか、見破られたから悔しがった方がいいのかってなんか確認しながら、どっちだっけって思いながらやってました。らんちゃん分かんなかった、口パクシンガーね、これでイエイなのか、口パクシンガーだったけど生で歌ってるって思われた方がまあ正解か、そりゃそうか。なんかもうゲームみたいになってた、感覚的に。なんかだまそうが強くなっちゃってた逆に。あ、イキリンさんは生でした。なんかもうだまそうっていう思考になっちゃって、そのだから逆に歌ってる人やったら逆に歌ってなさそうにやってみようとか、口パクやったら逆に歌ってる人みたいに やろうみたいな、なんかそういう感じでやってたね。あ、次は9人中5人が口パクシンガー、一気に増えた、めっちゃ。いや本当にゆきりんさん歌上手です、ね、この人数さよく見るのがさむずくない？ちゃんとみんなを見なきゃいけないっていうのがさ難しい。あ、会いたかったですね。次はさあさあさあ一気に難易度上がる。あ、みんな踊ってるね。ナーミめっちゃ元気。あれ、ミオさん全然踊ってない。お、歌ってますね、5人ちゃんと。これさ、あれでわかるくない？あの絶対公式写真のさ切り抜きじゃないですか、この右にあるやつ。え、ナーミン絶対歌ってない？で、サトミナ上から3番目のサト、あれ絶対サトミナでしょ、あの公式のあの右に写ってるあのバロメーターがついてるあの横のシルエットあるじゃないですか、あれシルエットのさ形で絶対わかるくない？わかる、嘘、本当に私多分わかるんだけど。で、だって1番目は絶対ナーミン3番目は絶対サトミナだと思う。4番目むずっ。でも意外とさ大ヒントやない、見てる側からしたら。え、確かにユキリンさんっぽい。4番目ゆきりんさんかな。え、私お代理わかる、お代理したから4番目お代理そういう見方おやめなさいって言われた。どうなるかな。え、すごい、エリちゃんがさつみなの声聞こえたらしい。すごい、もうみんな声の判別に行ったよね、これ。あ、でも収録中はなんて言ったらいいの、さっき右に映ってた、あ、なんて言ったらいいの、影みたいなやつは見えてないですからね。私たちは本当にそう、ああいうの全部何もなくて、あれは多分編集でついてるんですけど、私たちが見てた時はついてなかったんで、シルエットで推理とかはできませんでした。あ、れいちゃん取られちゃったマイク姉妹の対決だ。
胸やつ、あ、取られましたね、みんな回収された。ミオさん逆に全然動かなかったから怪しまれちゃった。あ、声聞こえなかったからか。でもメンバー同士声でわかるけど、なんかメンバーの声若干入ってるから、そう、難しいよね。そう。ねえ、アイちゃんルーマーでゆいゆいのポジションかな、入ってこの前歌番組出てました、ミュージックデイ。ねえ、すごいよね。なんかレミちゃんも出てたんですよ、練習すごい頑張ってました。ねえ、ミュージックデーの衣装かわいいよね。ストリート系。本当にかわいい。なんか、ああいう場じゃないとできない服装。プライベートでもね、かわいいなって思ってたけど、なんか憧れで終わってた服装です。ラブ&ベリー知ってる人いるかな？ねえ、そう、今日は七夕で、そう、天の川ランド、キスバイエイトのことすごい思い出した。そう、ヒコ君と姫たんが可愛すぎて。あと、ウッサーとウッシー。ね、ラブ&ベリー知ってる？そう、ラブ&ベリーの服装に似てるよねって話をメンバーとしてて、そう、凪とかかな、凪とかとしてたんだけど、そう、懐かしいってなった。めっちゃさ、ラブ&ベリーっぽかったん、印象が。めっちゃラブ&ベリーやったん。あ、来た。始まりました。さあ、誰が口パクでしょう。お、ナーミン、ガチシンガー。めっちゃ動いてるし、めっちゃ歌ってる。ナーミンも歌上手なんですよね。ね、秋原さん口パクでしたね。あ、さとみなも口パクでしたね。ね、シルエットも私正解してるわ、ちゃんと。あ、ひーちゃんか、一番下。わかんなかった。ひーちゃん帽子かぶってたんや。ひーちゃんの声わかりやすくない？あ、ミヨンさんも口パクでしたね。あ、お代理も口パクでした。しかもシルエット正解。 シルエット正解してた。お、口パクシンガー結構ほぼほぼ正解ですね。あ、レイちゃんが実は歌ってました。おお、2人生歌でしたね。でも割合的に、そっか、ほぼほぼ正解してるから。エリちゃん面白い。ね、お代理。面白いな。あ、次。あ、私出てますね、次。根もハムルーマーですね。
を映ってる MV。もうノリノリで行くよね、みんなで。うん、そう、なんかね、裏で作戦会議しました、根も葉もルーマーチームは。どうする？じゃあ私こうする、私こうするねっていう話を、そう、ちゃんと打ち合わせしました。センターで みんな、なる脱いでってる、どんどん靴。いやー、これは見せ方が難しい。めっちゃ踊りや いや、これシルエットって分かっちゃうね、意外と。ズンちゃん かわいい。サヤリーも歌上手だからね。ユーリーさんも脱いでる靴。ねえ、さあどうなるかな。はって聞こえたってホテちゃんが、かわいい。ウィスパーの和田アキ子さん ニーナンちゃんがね、もうね、ミヨンさんのことをずっと見てるんですよ。あ、募集されてますね。募集されました。うん、私も選ばれた。CM ですね。ね、募集は正解かどうか。口パクかどうか。どうかなー。
さてどうでしょうか。ねえ。どうかな。まあ、騙せた方が嬉しいよね。早く見たいね、続き。あ、今のうちに説明しとくと、今回もね、上位3位、ランキングで上位3位以内に入っ、3位の方か、上位3位の方が、あれです、撮り下ろしの全体写真、全員で撮った写真にサイン付きでプレゼントさせていただきますので、ぜひ。そう、今日の配信終わる頃ですね。始まったよー。答え合わせ。レイちゃん、口ボクシング。あ、ミヨンさんガチシンガーでした。あ、アユちゃんは口ボクシング。でも多分最初の頃、ちなみにこの前サイン書きました。届いてるかな、そろそろ。あ、今のところ結構口パクシンが当たってるよ。あ、エリーが歌ってましたね。あ、ズグンちゃん口パクシンが。うん、私も口パクでした。月かわいい。ゆりさん口パクでした。あ、さやりんは歌ってました。上手よね。うん、なるも歌って、なるは歌ってましたね。難しいよね、これね。私普通にさ、もうさ、口パク、逆に口パクってバレバレでやったらどう向こうが判断するのかなと思って、そう、逆に口パクっぽくやってみました。そう、わざと口パクっぽくしてるから、そう、歌ってるように見えるのかなとか思って、そうやってみたんですけど。そう、なんかだからめっちゃ真顔でやった 笑わず、めっちゃ真顔でやりました。あ、次回、あ、もうこれで終わりか。終わっちゃった。次は、次回は恋するフォーチュンクッキーですね。終わるかな、もう次回はって言ってたしね。あとはもう予告があったら終わりかな。うん、そう、次回もあります。次回がもう2、3戦ぐらいあるかな。楽しみに。
ね、みんな眠たいよね。眠たい？ね、時間があっという間すぎて、30分で本当あっという間だよね。これ終わったらミユから？ミユからは今日しない。今度するね。痩せたって言ってもらえてすごい嬉しい。痩せたかな？そっかな。自分ではそんな感じじゃなかったな。朝までやろうはやばい。寝よ、みんなちゃんとそれは寝よ。次回予告だ。次元カレですもありますね。ってことは確かに秋元先生わかんないと思う。出たランちゃん。 靴脱ぐ。はい、次回も楽しみに。あー、金曜ロードショー見たい。見てないんですよね、まだ一回も。この竜とそばやかすの姫。じゃあ、そろそろランキング発表したいと思います。この配信すると金曜ロードショーちゃんと把握できるからいいよね。 ウニ大好き。 ウニ大好き。わかる。トイストーリーもね、見てない。トイストーリー大人でも面白いから本当すごいよね。うん、七夕タワーか。じゃあランキング発表しようかな。あ、でね、日付またいで、まあ、今日の20時8時からね、夜の8時からショールームにて、モーリーさん目線で番組の裏側を映してるエピソード動画が配信されるので、ぜひチェックしてみてください。もう見てくださってる方は見てくださってるかな。そう、チェックしてみてください。あ、みつるさん、タワーありがとう。ありがとうございます。くまタワーありがとうございます。 ありがとうございます。そう、裏側のやつ、ショールームのね、モーリーさんが撮ってくれてるやつね。そう、あるのでチェックしてみてください。ドボンは混んでやります。明日とか合間出てきたらいいな。ね、織姫と彦星が揃ってめっちゃ可愛い。ね、な、七夕タワー？ 3 種類かな、もっとある種類。そう、3種類全部揃ってる感じ。可愛いです。あと Hulu と TVer でもお見逃し配信あるので、今日の毛利さんね。そう、あるので、さよならモーリーさんの見逃し配信ぜひチェックしてみてね。まあ、告知系はこれで終わりで、じゃあラッキング発表いっちゃいますね。ね、ちょうど横並びになってるのかわいい。織姫と彦星、織姫クマ、彦星クマ、 彦クマ、姫クマ、かわいい。 かわいい。じゃあランキング発表いきますね。登壇してる13位までの方いきます。
ピシアさん、10歳おめでとうございます。こんばんか。そして12位がジアリングさん、12位おめでとうございます。 Thank you。 そして11位がホアンさん、11位おめでとうございます。そして10位が星侍さん、10位おめでとうございます。そして9位がテオネオさん、9位おめでとうございます。そして8位がジョークスノーさん、8位おめでとうございます。そして7位がユッタンさん、7位おめでとうございます。そして6位がユユさん、6位おめでとうございます。そして5位がミホさん、5位おめでとうございます。そして4位がミツルさん、4位おめでとうございます。そして3位がケントさん、3位おめでとうございます。そして1位がザゼロさん、あ、嘘嘘、2位がザゼロさん、2位おめでとうございます。3だ。そして1位がエビちゃん、1位おめでとうございます。じゃあ14位から読んでいきますね。ゴールド888さん、ピーシヒデジロさん、あ、こういう場合ってどうなんのランキング、下克上だぞこれは。え、どうなるんだろう、今変わったやつってどうなんのえおつ、まあ、もう運営の方の判定に任せましょう。それはもうね、さすがにね、まあ、任せることにするんですけど、さっきの3位の方も今の3位の方も一応名前は変えずにお願いします。3位以内の先に言っちゃうと、3位に、上位3位に選ばれた方はさよなら毛利さんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真に私のサインが入った台紙とセットでプレゼントさせていただきますので、そう、名前はそのままでお願いします。で、番組終了後1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせっていうメッセージを送りますので、ショールームの受信ボックスを確認してください。受信ボックスっていうところを確認してくださいね。はい、よろしくお願いします。ということで14位から読んでいきます。続きいきます。ゴールド888さん、ひでじろさん、フィンド 4B さん、科学先生、ひよぱんさん、和田さん、としじゃけんさん、みなぐーさん、えいとくん、こさすみうし、ふっちゃん、やまはさん、かぼちゃプリンさん、とっとし、いつむし、ひろさん、ウィンパディさん、あすらんひでちゃん、クラウドキューティーンさん、ほいほいさん、みいぷださん、リックスさん、しまやんさん、こうさん、なおさん、のりたまさん、たっきーさん、鉄道好きコナンさん、すみおいさん、西ヶ谷さん、いきあらいさん、なっちゃん、101118さん、はすきーさん、クラッシングさん、XD さん、まいさん、みかさん、 VAF さん、みちひろさん、りょうさん、みっちーさん、もしも鳥だったらさん、ねちゃん、たいさん、 KYS さん、チキンさん、ゆんちゃん、クロス道路さん、星の鼓動は愛さん、ゆうたろうさん、ワッフルさん、ゆうとしさん、ハッピーミューシー、けんしんさん、カレーさん、スペースさん、シルバーさん、井上義弘さん、メタルピーチさん、キャスパー大君さん、秋彦さん、カズ100さん、フロフトさん、シゲアンさん、オガッチさん、エレキーさん、イルカさん、パスカルさん、スーパーカミオシさん、アキちゃんマン、AT100SP さん、ナオさん、アヤカンさん、トッキンさん、魚さん、雪村さん、ベルさん、どんぐりさん、ニッキーちゃん、ソラさん、ひひかりさん、コタンさん、ビッグママさん、ウントリミュードンさん、おやすさん、ポコワンさん、 ORC さん、はい、100位まで読ませていただきました。見てくださった皆さん本当にありがとうございます。夜遅くまでありがとうございます。明日も朝からお仕事の方多いと思うんですけど、頑張ろうね。ということでスクショタイムいきますね。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあポーズするね。どうしよう、ポーズどうしよう、ポーズ七夕のポーズって何？
すじ。はい。はい。キャラブレブレすぎて草。はい、ありがとうございました。今日のさよならモーリーさんの収録時にしてたあの羊ヘアを一応やってみました。全然七夕と関係ないんだけど、じゃあ今日見てくださってありがとうございました。明日も頑張ろうね。週の最後、平日、週の平日最終日、花の金曜日。おやすみなさい。チェジェオラテリサドカオンガン、おやすみなさい。またね。おやすみ。